横浜アートビート。9時43分になりました。月曜日のこの時間は、毎日をアートでもっと楽しく豊かにをテーマに、アートイベントやクリエイターをご紹介しています。今週ピックアップするのは、今度の日曜日、馬車道そばの横浜創造都市センターで行われる横浜アートデパートメント2。100組を超えるアーティストが横浜に集まって、それぞれの作品を展示販売します。作家さんと作品についてお話ができる、とってもこう身近なアート展。今年3月に第1回が行われて好評だったため、第2回が開催される運びとなりました。で、今回はね、ファッションショーもあるそうなんですよ。華やかなアートイベントになりそうです。でスタジオには、この横浜アートデパートメント実行委員で、アーティストでもある富田俊恵さんをお迎えしました。富田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、この横浜アートデパートメント、どういう目的で開催されるようになったんですか？そうですね、横浜ではアートイベントっていうのが、トリエンナーレとかございますよね、はい、でそういうところもすごく楽しいんですけれども、無名の作家さんたちとかがもうちょっと出していけるっていうイベントとかが横浜にあんまないなっていうのは以前から思ってまして、はい、で私たち小規模で個人でやってるものなので、でもそれでもやってみたいなみたいな、こうご紹介をしたいっていうのと、作家さんたちの展示をするっていうのがメインじゃないですか、よくアートイベントっていうと、はい、それはもうちょっとこう販売とかもできて、一般の方がもう気軽に見に来れて、展示を見れる、それを見て買えるっていうイベントをやって、はい、ご紹介したいっていうのと、作家さんたちが自分たちで今の時代とかっていうのは作るだけじゃなくて、はい、販売とかも自分でできるような、でこう時代になってきてるのかなっていうのを推進するっていうのもおかしいんですけど、はい、自分で作家自身がセルフプロデュースをしていけるっていうのも押し出していきたいっていうのは、このイベントの元々の趣旨なので、皆さんにそれも紹介していきたいなっていう、はいはい、そういうイベントで始めようと思ってましたね。でその3月に実際にこう一度やってみて、そのやっぱり手応えがありましたか？そうですね、ちょっと実験的に3、YCC という横浜創造都市センターさんの3階をお借りして、はい、3月は36組だけで開催をしてみたんですけれども、天候がですねかなり悪くて、台風のような日だったんですよ、1日だけのイベントなので、はい、それでもお客様が200名以上いらっしゃって、皆さんの来場者の方びしょびしょだったんですけれども、それでもすごく楽しんでね、すごいまた次回はいつやるんですかっていうのを、結構お声をいただいたので、じゃあ半年後に頑張りましょうみたいな、で今回9月に開催させていただこうと思いまして、はい、それが今度の日曜日なんですよね。そうですね、はい、で大幅にその参加アーティストさんも増えてということで、はい、そうですね、どうでしょう、そのデパート、百貨店っていうと、もう本当いろんなものがあるじゃないですか、はい、でやっぱりその今回集まってくる作家さんもこういろんなジャンル、いろんな層の方がということですかね。そうですね、年齢もバラバラですし、ジャンルも美術っていうだけではなくて、はい、アートっていうのは結構幅広く、含まれているものなので、ファッションですとか、はい、立体を作ってらっしゃる方だとか、はい、小物を作られてる方もいらっしゃるんですけど、そういう方たちとか写真の方も結構こう何でもありというか、自分たちで、はい、作られてる、発表したいっていう方たちがいらっしゃる感じになりますかね。海外からの参加者も
いらっしゃるんですか？そうですね、あの前回の時もあのドイツからお一人写真の方がいらっしゃったんですけども、今回は台湾から写真を、やられてる方かながお一人参加いただきますね。その他も結構あの日本各地からいらっしゃって横浜に集まっていただけるっていうのはすごくあの嬉しいことですね。今回もこの横浜アートデパートメント2、どんな風にこうあの見て回るのが楽しそうですかね。そうですね、あの身近にですね、あの普通のイベントよりももうちょっと、はい、あの小規模なので、あのお客様とのアーティストたちがゆっくり話をして、うん、あの遊んでいっていただけるといいのかな。それが一番楽しく、デパートに来るようにアートを楽しんで、あのもちろん買い物もできますしっていうのがありますので、はい、そうしていただければ一番楽しいんじゃないかなと思いますね。なかなかその作家さんにね、こう気に入ったからこれ欲しいんですけどってこう、うん、なかなか言えるようなチャンスもなく私も過ごしてきたかなと思うので。そうですね、あの作家さん自体もあのこちらからお客さんから話しかけて、はい、いただかないと話さない人もなかなかいたんですけれども、だいぶのアーティストたちも慣れてきて、はい、自分の方でお客様がいらっしゃった時にこういう自分の作品を説明するっていうのがだいぶできるようにっていうか、そういうふうな形になってきてるのは嬉しいなと思って、それも各地でイベントがやることによってのアーティストたちが慣れてきたのかなっていうふうには思いますけどね。で作品とも近いし作家さんともこうそうやってなんて言うんでしょう、その垣根がないというか、はい、ね、やり取りできるっていうのは本当に、ね、うん、そうですね、嬉しい機会ですね。あのこの機会にぜひあのアーティストたちとたくさん話をしていただけると、はい、のいいのかなと思いますね。で、あの今回ファッションショーも開催予定ということですね。はい、そうですね、あのファッションショーもあのランウェイがすごく長いわけではなくてミニファッションショーみたいな形になるんですけれども、はい、の6組のアーティストの方たちがのファッションショーをやっていただけるっていう、ちょっと面白い人たちも京都の方からいらっしゃったりとかしていただけるので、はい、そうですね、あの石川県の方から金沢の文化服装学院の学生さんたちも出展していただいたりとか、はい、楽しいようなあのちょっと変わったファッションショーになるかなと思いますね。周りはあのブースがこうあるところの中だけをちょっとこう小さく歩けるようにファッションショーになりますんで、はい、あの従来のこう豪華なファッションショーみたいのではないんですけれども、はい、ファッションショー自体もちょっとこう身近な感じで見ていただけると、あの、うん、一般に暮らしてるとあんまりファッションショーとか見る機会とか生ではないじゃないですか、はい、それがそんなにこうすごいものじゃないんですよっていう、こう気軽に見ていただければみんな楽しんでもらえるんじゃないかなっていうファッションショーなんで、カジュアルな、もう全部がカジュアルなデパートみたいな風に、はいはい、の楽しんでていただけたらいいなと思うんですけれどもね、はい、でこ の, あの横浜創造都市センターの地下1階と地下3階を使っての、はい、まあ、展示販売ということなんですよね。そうですね、はい、地下1階が暗くしてあるエリアがありまして、はい、そこのところはあのインスタレーションをやられる方とかライトを使ってあのこう作品を見ていただくっていうのがメインになってまして、はい、と1階と3階の方は明るいエリアっていうか、こう明るいところでの展示がするところと、あの1階でファッションショーをやりますので、はい、そことあの上の方はあの可動壁っていう壁があるんですよ、はい、そこに展示ができるようになってるんで、ちょっとあそこの YCC さんの施設もちょっと面白い施設なので、それを使ってあの展示販売していただく方とか、ライブペイントをやられる方も3階にはいらっしゃるんで、はい、それも楽しんでっていただけるといいかなと思いますね、はい、なんかこうちょっとあの
個性的なあのこうおしゃれアイテム、ファッションアイテムを見つけるのにもすごく良さそうなデパートメントかな、デパートかなと。そうですね、あのちょっと変わったものとかオリジナルで他にはあんまり売っていなくて、はい、その作家さんがしか作れないものとかっていうのがあるので、それを探しに来てもらうっていうのも一つの楽しみじゃないかなと思うんですけれどね。はい、今回はその、ご自身の出展は控えて、その実行委員として、まあ、裏方に富田さんは回られる、はい、ということなんですよね。そうですね、あの、はい、まあ、自分と出してもしょうがないんで結構、ね、あの忙しい感じになると思うんですけれども、はい、1日だけ のイベントなので、バタバタすることもあると思いますが、皆さん来ていただけるとありがたいですね。はい、今日はお越しいただいてどうもありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。ご紹介してきました横浜アートデパートメント2、16日、今度の日曜日正午から、午後6時までです。馬車道の駅から歩いて1分、横浜創造都市センターで行われます。入場料は前売り400円、当日券500円となっています。小学生以下は入場無料ですよ。横浜アートデパートメント2、詳しくは公式ホームページをご覧ください。この番組ブリーズのフェイスブックページにも情報載せておきますね。今週の横浜アートビート、横浜アートデパートメント2実行委員の富田俊恵さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。Yeah, yeah, yeah.